はい、ジェイコムからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは札幌夜景ナビゲーターの広田大さんです。広田大です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。広田さんは昨年大変私お世話になりまして、たぬき工事の前にありますね、はい、スワローテラスで昨年ねイベントをやったんです。その時にたぬき工事クイズ王決定戦というイベントをやってたんですけれどもね、その時のクイズ王優勝者でございます。その説はおめでとうございました。ありがとうございます。優勝したの早かった早かった。この押すのもね、一応初代たぬき工事王と、そう、初代たぬき工事王をお迎えいたしました。広田さんいろんな顔をお持ちでございまして、今日はもう全く違うテーマで、お話を伺ってまいります。夜景の話は私も大好きですのでね、はい、どうぞよろしくよろしくお願いします。はい、今日も3つのキーワードをご用意いたしました。今日はこちらになります。じゃーん、じゃーん、札幌夜景ナビゲーターです。90秒で魅力を語った夜景サミット2018 in 札幌。はい、今日は3つのキーワードで伺ってまいります。よろしくお願いいたします。ね、クイズ王は夜景ナビゲーターだったんだよということで、この札幌夜景ナビゲーターということで今日お迎えしたわけなんですが、はい、これどういうものですか。はい、今札幌日本新三大夜景都市ということで、うん、知ってた知ってた知ってましたか。ね、三大夜景に入ってる札幌の夜景、ね、長崎神戸札幌ということで、うん、はい、この三大夜景に選ばれてまして、ね、はい、まあ、その札幌も新たな観光資源として夜景っていうものをクローズアップして、うん、これからの札幌観光の柱にしようということで、はい、で札幌市が昨年ですね、うん、その契機に夜景のまあ人材を育成しようということで、この札幌夜景ナビゲーターというものを札幌市が応募しまして、うん、まあ、30名の定員で応募したんですが、はい、なんか全国の夜景ナビゲーターという資格がある中でも過去最多の135名ぐらいなんか応募があったということ で、うん、これは過去最高だったらしいです。もうこれはっていう感じ で、 もうそうです、ね、手を挙げた方がそれだけたくさんいらして、はい、その中の何人なんでしたっけ。30人のお一人ということなんですけれどもね、うん、あれかな、札幌でそんなこう夜景をまあ言ったら観光資源に、はい、みたいにやっぱりだんだんクローズアップされてきたのは何か理由があるんですかね。まあそうですね、やっぱり札幌はやっぱりまあ国際観光都市ということで、まあもともと夜景、札幌の観光というのは人気が全国的にも高いんですが、うん、リピーターが非常に多いっていうのも特徴なんですが、はい、やっぱりずっとその有名スポットを回って美味しいお食事を食べるという、うんうんうん、まあこれは今でも人気なんですけど、はい、リピーターの一部の人からはやはりちょっとマンネリ化してきてると、うん、ね、なんか見るとこ食べるとこ同じだしみたいな、ね、そうですね、2回目3回目の時にどこ行ったらいいのみたいな、ね、はい、それで、はい、まあちょうど夜景というものが今回この2015年に、うん、日本新三大夜景に選ばれて、はい、これでこれを新たな札幌の、はい、観光の柱として、はい、まあ売っていこうということで昼間に比べてやっぱり夜の観光が少ないっていうのがまあ今の現状の課題でもありますので、うん、夜の観光課題ですもんね、はい、そのまあ夜の観光とあと閑散期対策、うん、夜景はまあ夜一番冬が一番綺麗な、はい、ものなんですけど、ね、ちょうどその時期が観光に取ってみると閑散時期なので、うん、まあ、その閑散期の観光対策ということも兼ねまして、はい、まあ、札幌市も夜景というものを、うん、まあ、札幌の新たな観光の資源として、うん、はい、生かしていこうと。そうなんです。観光地その場所に行ってきたお客さんに言うの、それとも一緒にこうなんか解説して歩くの。あ、そうですね、まあ、札幌市内のホテル、まあ、2、3箇所から、うんうんうん、お客様をお乗せして、はい、もうバスにあらかじめ夜景ナビゲーターはバスツアーですか、はい、乗車しまして、はい、まあバスの中でだいたい札幌夜景の特徴ですとか、あ、まあ、実際にそのツアーで回る先の夜景の特徴みたいのを簡単に説明して、はい、まあ、実際に現地行ったらもう皆さん見たいんで、人の話よりも聞くよりもそうかそうか、もう見たいんで、まず行ったらこれからご覧いただくのはこういう特徴だったバスの中 で、 はい、もうだいたいのことは説明しちゃって、 あとは現地はもうお客様もう好きに見ていただいて、まあ、写真も撮っていただいてという形で。なるほどなるほど、はい、バスガイドだ。
まあそうですね、一種バスガイドみたいなものです、ね、バスの中で、はい、あんまり大きな見どころはっていうか抑えたとしても、なんとなく雰囲気がイメージできるような、はい、ちょっとバスガイドいつものようにやってみてください、まあ、バスの中のイメージで簡単に、はい、まあ、いつもの感じで、はい、皆さんこんばんは、こんばんは、私本日、皆様のナビゲートをさせていただきます、札幌夜景ナビゲーターの広田と申します。あ、イエーイ、よろしくお願いしますみたいなイメージですよね、はい、で、まあ、まず本業は私まあ、すすきの中島公園エリアにあります某ホテルの、フロントとして勤務しておりまして、うん、広田さんそうなんですか。あ、そうなんですよ、本業はホテルのフロントで、ホテルのフロント、あらら、はい、ございます、はい、で、その傍ら、札幌夜景ナビゲーターですとか、うんうん、札幌シティガイドとして、うん、札幌観光の、振興のために、はい、さまざまな活動をしております。夜景もその一環で活動しております。なるほど、なるほど。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ、みたいなところから入って、はい、これから、まあ、皆さん行きます、うん、藻岩山が531メートルという高さで、あ、まあ、札幌の主要の夜景スポットでは一番標高の高いところから、まあ、下を本当に 見下ろしていただくような、はい、宝石箱や光の絨毯と言われるような夜景を楽しんでいただき、宝石箱や、ね、かと思えば、はい、もう一番下は本当ススキ の、うん、あのネオン街ですね、うん、あそこもまあ立派な夜景スポットで、もうは歩きながら上をこう見るような形で、あ、はい、まあ、531メートルの高さから下はもうゼロですよね。あ、まあ、で様々な角度から、うん、札幌の夜景を、うん、見ていただく、うん、この光の層と、まあ、我々は言ってるんですけど、うん、これがなかなか他の都市にはない札幌夜景の特徴の一つだと思います、はい、なるほど、まあ、こういうような特徴、こんなようなこうちょっとご紹介をいただきながら、はい、あ、これからは藻岩山行くかワクワクと、そうですね、上に乗った時にそのあたりのこうミニ知識がいっぱい入った状態で、そうですね、夜景を見ると、はい、まあ、何倍も美味しく楽しめますね。そうですね、はい、もうあとは実際はもう見ていただくだけなので、現地行ったらもう私たちはあまり喋らないっていう形で、うん、なるほど、観光客の方にもご紹介いただきたいですし、はい、ぜひ札幌の方にも見に来ていただきたいなというふうに思います。そうですね、やっぱり札幌市民の方にまず見ていただきたいなというのはちょっと私の希望ですね。むしろ、はい、むしろ札幌の方に見ていただきたい、はい、やっぱり自分たちが見ていいと思ったものって、うん、まあ他の町の方とかにおすすめできるじゃないですか、うんうんうん、自分たちが良さを分かんないと、はい、やっぱり人にも何がいいっていうのも勧められないですし、はい、そういう意味もありまして、うん、やっぱりちょっと札幌市民の方にはぜひ札幌夜景の素晴らしさというのを知っていただきたいなというのがちょっと私の希望でございます、うんうんうん、はい、まずは札幌の我々が魅力をちゃんと分かって、はい、で観光客でいらした方にもこうご紹介できるような知識を入れておきたいですね、はい、お願いしますはい、では2つ目に行きたいと思います。2つ目こちらです。じゃーん、じゃーん、90秒で魅力を語った、はい、ということで、まあ私このナビゲーターになる時の、はい、まあ勉強の仕方、どういうふうにこう勉強され、なんか講習とか受けたんですか。はい、実際にまあ抽選でその30名選ばれまして、うん、選ばれた方は、うん、テレビ塔の会議室で座学というのを6月にやりまして、うん、4時間みっちり4時間はい、まあ本州からですね、丸々元尾先生という日本の夜景の第一人者の方が、丸々元尾さんとおっしゃるんだって、はい、その人が第一人者、そうです、日本唯一の夜景評論家というなんか一般社団法人夜景観光コンベンションビューロという団体の代表理事の方でもありまして、すごく著名、夜景の世界では著名な方で、はい、その方をお迎えして座学をして、はい、うん、で、まあ、札幌の、まあ、先ほど私もちょっとガイドのこんな感じっていうところで言ったんですけど、うん、まあ、札幌夜景の特徴ですとか、うん、そもそも夜景とは何ぞやみたいなところから、うんうん、まあ、日本三大夜都市の、はい、比較ですとか、はい、まあ、そういうものを、うん、教えていただき、うん、でその翌月に、うん、まあ、我々バスに乗りまして、うん、当日まで自分がどこ当たるか全く分かんないちょっとミステリーツアーっぽい感じでですね、まあ、最終テストですね、最終テストが、はい、実地テストということで、うん、はい、でその時は藻岩山と旭山記念公園と、はい、JR タワー展望台、うん、この3箇所が実際ガイドテストということで、はい、で私はその最後の JR タワー展望台が当たりました、はい、当たったんですね、はい、皆さん全員当たるのであ、そうですか、はい、そうですか、はい、はい、当たって、はい、それがこの90秒、そうです、うん、はい、いきなりパッと言ってですね、うん、ここを見て90秒でここの夜景の特徴を私に説明してくださいと、はい、〇〇先生から〇〇先生から、はい、お題を与えられまして
本当にあの何の予行練習も準備もなく90秒でパーッと見た感じで喋らなければいけないということで、その90秒何言ったんですか？JR タワーですと、あの360度あの札幌の夜景が見えますので、まずあの、まあ、南側はあのススキノとか、あの大通り側なので、一番あのネオン街で明るい華やかな都市夜景ということで、まあ、ノルベーさんの、あの観覧車も見えますし、都市夜景ですね、はい、で逆に北側はもうあの北区とかになるので、はい、もう住宅地が多いので、そうですね、まあ、生活夜景という形で、生活夜景、はい、いう形 で、はい、で西側はあのちょうど線路走ってますので、はい、まあ、線路があの照らす、まあ、鉄道夜景といいますか、鉄道夜景、はい、そういう形で、まあ、あの見えると、はい、で東側はまあ住宅地と、あとあの創成川イーストの部分なので、ちょうどあの札幌ファクトリーとか、ね、まだあの時間的にその時まだあのアトリウムのところの明かりついてたので、まあ、そういうちょっと商業地と、はい、生活夜景の入り混じった夜景ということで、まあ、さまざまな東西南北違う顔が見えるので、それが特徴だということと、あとあのやっぱり冬札幌の場合はあのどうしても寒いという、野外のスポットですと綺麗な代わりに寒いというのがあるんですけど、ここはやっぱりあの屋内なので非常にあったかく夜景を楽しめるということと、あとやっぱりアクセスがいいと、札幌駅直結なので車がないとちょっと難しいという場所もあるんですけど、 JR タワーはもう本当に札幌駅直結なので、あのどなたでもあの見れると、一番見やすいスポットというようなことを90秒でバンと、あの説明いたしました。そうなんですって。言われてみればあそこのタワーの展望台は観光客にとってはバッチリですね、はい、いやもう一番本当にそうですね、あの JR の札幌駅直結ですから、本当に場所としては素晴らしいと思います、して夜11時までやってるので、あの大体主要スポットでは一番遅い時間までやってるので、まあ、そういう点でも JR タワーというのはおすすめかなと思います、ご飯食べてちょっと遊んで、一杯飲んだ後でもまだ見れるみたいな、見れるみたいな、そんな素晴らしい360度が見れるんだから、はい、まあ、札幌がその日本の三大夜景の中に入ってもお客様いつでもお迎え体制整ってますね。もうそうですね、バッチリでございますバッチリでございます、はい、さあそんな廣田さんからですね、あのぜひ皆さんにお伝えしたいというところが今日の3つ目、はい、3つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、夜景サミット2018 in 札幌、はい、はい、ということでこれが札幌で今年行われる、そうです、うん、でこの場で、日本新三大夜景都市の再投票っていうか認定されて結果が発表になります、うんうん、これ皆さんご記憶ありますでしょうか、これ何年ごとでしたっけ？3年に一度です。3年に一度、はい、だから3年前に、はい、函館が落ちたんですよね。そうですね、それも大ニュースになりました。はい、はい、もう衝撃的ニュースみたいで、もう全国ニュースとかにも出たぐらいで、もうなんで函館が落ちて札幌なんだと、うんうんうん、まあ、正直当時は私もそう思いました、うん、もしかすると今の函館って年々ちょっと人口が減ってってるので、光のその量、肝心な光の量が少しずつやっぱりあのピークの時からは落ちてってるんじゃないかなというふうに、まあ、20年前と比べたらちょっと落ちてるかもしれないね。で札幌は今でも人口が増え続けて、そうですね、光の量がどんどん増えてってると、うんうん、まあ、そこの違いもあるのかなと思いますし、はい、で今回のこの日本新三大夜景っていうものが実はまあ正式名称で言うと、はい、日本新三大夜景都市っていう名前が都市がつくんですよ。なるほど。でこれは、うん、まあ、夜景のスポットを優れた、まあ、町っていうことで、うん、で例えば、まあ、函館山っていうスポットはもう全国的に有名なんで、うん、ここで例えば1000票集まりましたと、はい、で札幌は藻岩山が500票しか集まりませんでした。あ、はい、ところが、まあ、函館はもう函館山以外ほとんどなかったとします、うん、で札幌は藻岩山500票に JR タワーが例えば300票、うん、テレビ塔が200票、はい、そして大倉山も200票っていう風になっていくと、はい、トータルすると函館1000票で、まあ、札幌がまあ1500票とかになると、都市としてあの函館より札幌の夜景の方が、はい、まあ、優れた街といいますか、うん、まあ、そういう夜景として見どころのいっぱいある街ということで、楽しめる場所がいっぱいあった方が有利なわけですね。これも札幌の夜景の特徴の一つだと思います。すごく豊富な夜景スポットがあるっていうのも、うん、まあ、今回選ばれた理由の、うん、まあ、理由の一つだと思います、うん、前回のベスト10のうち、うん、8つ
の都市は、はい、あの海のある町、海のある町、はい、まあもともとその三大夜景、昔の日本三大夜景って言われた町も、はい、あの函館、長崎、神戸って、うん、まあどこもそのまあ港町ですよね。そうですね。でやっぱり海のある町ってすごく夜景が映えるんですよ。うん、その中あの札幌って直接海がない町なので、はい、それであのまあ前回2位ということで選ばれたというのは、うん、まあこれ本当にある意味すごいことだということで、うん、その代わり札幌はあの雪、はい、まあ、海に並ぶあの夜景を際立たせる雪、そうかそうか、雪も夜景を際立たせるコンテンツ、ね、だと思います、まあ、これはあの函館とかもそうなんですけど、あーはーはー、やはりあの北海道の冬というのはあの雪というものがあるので、うん、やっぱりあのイルミネーションとかあるあの冬場っていうのは、はい、すごくあの光にその白下の雪、白の雪というのが光をなんか、はい、際立たせるというか、そうですね、あの幻想的にするというか、ホワイトイルミネーションの時にテレビ塔から見た夜景なんか素晴らしいですもんね、これがだから札幌が選ばれた理由の一つでないかなとも思っています。季節ごとに見どころがちゃんとね、はい、場所を変えればあるということで、そうですね、あ、はい、なるほどなるほど、これでまたいろんな人が来て審査してくるわけですね、はい、そうですね、事前にあの夜景鑑賞士という資格を持った人が、そんな人もいいんですか、いるんですよ、夜景鑑賞士、はいはい、の方が投票します。でその投票した結果、うん、上位3都市があの日本新三大夜景都市ということで、はい、また今回2018年から3年間、はい、あのこの称号を名乗ることができます。でその発表の場が地元札幌なので、うん、なんとしてもちょっとこれ札幌が地元で落選するわけにはいかないので、そうもうぜひあの昨年以上にちょっと私どもも、あの夜景観光推進のために全力で PR して、はい、あの頑張っていきますので、ぜひ皆さんもあの札幌夜景よろしくお願いいたします、うん、そうですね、これが本当今年札幌開催だということは、はい、我々札幌人がですね、本当にその札幌の夜景の美しさをちゃんと伝えられるようにならないといけませんね、はい、そうですね、うん、まあ、やっぱりここで万が一が結果になってしまうとせっかくあの盛り上がってきたこの機運がちょっとしぼんでしまうんではないかという、やっぱり危機感があるの で、 で札幌の夜景というものをちょっと本物にしたいために、うん、絶対この3年間は何としてもやっぱり、うん、あの再び日本新三大夜景として札幌が皆さんにお勧めできるよう頑張っていきたいなと思っております。これいつあるんでした、今年10月ですね、はい、そうなんですって、はい、だからこれからも皆さんぜひ夜景も楽しんでいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。広田さんどうですか、本業は僕ホテルマンでっていうのがありましたけど、はいはい、本業にもやっぱり役に立つでしょ、あ、まあ、夜景の話ね、そうですね、やっぱりあの、うん、今外国人観光客のお客様もそうですし、本州から来られる方もそうですけど、はい、まあ、あの札幌の夜景っていうものは、うん、まあ、やっぱりだいぶあの浸透してきたというか、うん、有名になってきたっていうのがあって、はい、特にまあ藻岩山あたりは、うん、まあ、もう外国人の方もマウント藻岩、マウント藻岩フロントに来てどうやって行くんだみたいな、あ、皆さん行かれる、そう、行かれるみたいです。うん、そうなんですね、はい、藻岩山の夜景、あ、昔見たことある、知ってる知ってると思われる方、はい、最近の夜景をぜひ見てみてください。そうですね、ね、多分昔と違って、まずあの、はい、展望台自体があの整備されたじゃないですか。そうですね、うん、それでものすごくあの、まあ、おしゃれになった、はい、して山頂のレストランもすごく、うん、あのガラス張りで夜景を見ながら、うん、天井から床まで全部ガラスですからね、そうですね、はい、そういうあのものもありますし、うんうん、まあ、バリアフリーになったので、ね、まあ、あのどんなお客様でも楽しめるような形にはなりましたし、うん、してぜひあのロープウェイから、うん、あのちょっと利用していただきたいなと、はい、じゃあ我々 の、 あのバスは中腹まで観光道路を通るんで、あ、中腹からあのモーリスカーを乗るような感じになるんですけ ど、 ど、まあ、できればロープウェイを三陸駅から乗って、はい、ロープウェイ越しのあの藻岩山の夜景とかを見ていただいて、うん、山頂まで行っていただくと、うん、もっとより藻岩山の夜景の素晴らしさっていうのは分かるのかなと思います。うん、そう、私もロープウェイであの上からちょうど逆に上から降りる時の一番最初の5トンバーンのね、そうなんですよね、あの夜景をね、はい、あれ大好きですね、はい、札幌はなんかなんであんなにワイドなんだろう、あの夜景、あ、まあ、地形的に石狩平野、はい、石狩平野にあの属しているので、うん、まあ、どこまでもその遮るものがなく、うん、あの広がっているので、それが、まあ、光の絨毯とか宝石箱って私たちは、うん、あのよくお客様に言うんですが、うんうんうん、まあ、そのような本当に素晴らしい、うん、どこまでも広がる綺麗な夜景になっているのかなとは思います。石狩平野 の、 そのどこまでも続く夜景、ぜひ札幌の皆さんにもお楽しみいただきたいなというふうに思いました。はい、よろしくお願いします。ということで今日のゲストは札幌夜景ナビゲーターの広田大さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。